はい、どうも。先週の敗因は山ちゃんがコロナじゃなかったでおなじみのうまかつでございます。いやー、山ちゃん不幸中の幸い、コロナじゃなくてよかったですね。ということで、よかったのか悪かったのか、先週の答え合わせ。クイーンステークス1着ドゥーラ一番人気、うまかつポイント60点、調教は A 評価でしたな。それから2着がウィンピクシス9番人気、マカツポイント40点の調教は A 評価ということで、軸が盛大に吹っ飛んで、うまかつ大惨敗でございます。今週はですね、札幌競馬場でエルムステークス行われます。まあ、気分をね、改めて今週も追い切り評価してまいりますということで、エルムステークスの馬勝ポイントでございます。1点目、4歳から5歳の馬、連帯率 24.5% ということで、一応6歳まで20ポイント加点いたします。前走4コーナーで6番手以内の前目で競馬した馬、連帯率 18.6% ということで、プラス20点。2023年、今年に入って3着内実績があったら、連帯率 20.3% ということで、こちらもプラス20点。2023年 JRA のオープンクラスで3着内実績あったら、連帯率 22.9% ということで、さらにプラス20点。前走2着だった馬の連帯率プラ、31.4% ということで、プラス20点。合計100点満点でポイントつけております。それでは行ってみましょう。エルムステークス特別登録19頭からの、じゃないですね、 2,4,6,8 頭、19頭ですね。で、5頭が、抽選漏れじゃなくて出走回避ですな。でフルゲート16頭のはずなんで、ということで、必要な方、調教評価、一時停止するなどしてご覧になってください。それではですね、想定一番人気、上位人気から順にご紹介してまいります。まずは、ペプチドナイル、うまかつポイント、100点満点、調教は A 評価です。札幌のダートコース、単走でした。外ラチオですね、馬なりで軽め調整でしたね。ラスト1アロン 12.4 秒です。正直ルンルン状態なので A 評価は褒めすぎだと思うレベル。函館滞在だったので一周前追い切りなどの評価は、情報がないんですよ。で、前走ハンデ戦で3馬身差つけての勝利はまあまあ評価したいと思います。続いて関風、うまかつポイント80点、調教は A 評価です。札幌ダートコース、2頭合わせです。2歳馬相手に馬なりで並走しておりましたね。ラスト1ハロン 12.7 秒、ちょっと時計物足りないんですが、2歳馬相手に合わせたからだと思いたいですね。白い発汗と口泡が目立ち、しまいバテたのか口呼吸していたのはちょっと気がかりでございます。続いて大成サムソン、うまかつポイント100点満点、おまけに調教 S 評価でございます。札幌のダート単走です。6分目をですね、馬なりで走るも力強さ20丸、ラスト1アロン 12.6 秒。今朝はね、今朝っていうか水曜の朝なんですが、暑かったにもかかわらず汗もかかず平然と乾燥していたのは高評価でございます。獅子の回転もね、別格の動きでございましたね。この状態で負けたらね、もうどこで勝っていいかわからないです。続いて、ル・コルセール、うまかつポイント、100点満点、調教 A 評価、函館、ダート、2頭合わせでした。2歳馬相手に、内を馬なり追走から姉妹引き離しておりましたね。ラスト1ハロンは 11.9 秒、時計は良いので悪くは言いたくないんですが、少しね、動きが重たそうに見えました。で、並走していた2歳馬が姉妹手綱引いてたんで、まあそのおかげで引き離したんだろうと思います。発汗はあれど悪くないなというふうに思いますが、自信持って推奨はちょっとできない印象です。
続いてワールドタキオン馬活ポイント80点、調教は A 評価です。札幌のダートコース単走です。ゆっくり馬なりでフィニッシュしておりましたね。ラスト1ハロン 12.7 秒、一周前は美穂のウッドコース2頭合わせで姉妹強く追って1ハロン 11.6 秒と元気な姿だったので、今週はね輸送ベリを織り込んで、まあ、軽めの調整だったんじゃないでしょうか。続いてオーソリティ馬活ポイント40点、調教は A 評価です。函館のウッドコース2頭合わせです。内側追走から馬内で姉妹引き離しておりましたね。ラスト1アロン 12.1 秒、馬体を合わせる調教はよく抑えが効いてできていたと思います。しかしですね、すごい発汗で首が上がってて、口も開いていたのはこれバテ気味の証拠だと思いますね。馬体が太く見えたので、この発汗はまあ体を絞る意味では良かったのかもしれません。続いてアシャカトブ馬活ポイント60点、調教は B 評価です。函館のウッドコース2頭合わせです。外並走して姉妹バテたように見えましたね。ラスト1ハロン 12.6 秒です。外側に口向きの癖があって、口輪は大量だけれども、馬自身は、頑張ろうという気迫馬勝は感じましたよ。でちょっとね判断難しいんですけれども、やっぱりここは心を鬼にして B 評価に落としました。続いてペイシャイス馬勝ポイント40点、調教は B 評価。札幌のダートコース単走です。軽めの馬なりでフィニッシュしておりましたね。ラスト1ハロン 12.7 秒です。一周前は美穂のウッドコース3頭合わせでした。内側をしまい、いっぱいに追って伸びておりましたね。ラスト1ハロン 11.9 秒でした。競り勝ってはいたんですが、いまいち反応が遅いような印象もあります。B 評価。続きまして、カフジオクタゴン、馬活ポイント60点、調教は B 評価。この画像見れますかね。函館のウッドコース2頭合わせ、内側並走から姉妹仕掛けて先着しておりました。ラスト1ハロン 12.3 秒です。お尻にね、テーピングがブームになりそうという話は聞いたことはあるんです。なんか血行を良くしたり、リンパの流れをなんたらかんたらっていうことでね。でしかしね、調教でこれ使ってるの初めて馬活見たんですよ。従いまして、わからないものはとりあえず評価下げたいと思います。まあなんと言いますか、さすが世界の矢作。最先端技術を使って結果を出せないあたり、そこに痺れる、憧れる。と続いてロードブレス馬活ポイント0点、評価は罰評価。函館のウッドコース単走です。ムチは腰に刺したまま馬なりでルンルンという感じですね。ラスト1ハロン 14.4 秒は追い切りになってません。アンタレスステークスの追い切りと変わらない状況で、一瞬前に立冬のウッドコースで追うも、末足鈍い状態まで同じだから完全に今回用なしですね。続いてベーレヌス馬活ポイント40点、調教は B 評価です。函館のウッドコース単走です。良くも悪くもなく馬なりフィニッシュ。ラスト1アロン 12.4 秒、全体的にちょっと勢い不足で物足りない印象があります。B 評価。続いて、ロッシュローブ、馬活ポイント80点、調教は A 評価です。函館のウッドコース単走です。終始馬なりも、しまいまで垂れずに一応フィニッシュしておりました。ラスト1ハロン 12.4 秒。約1ヶ月間函館にいたのが、リフレッシュになっていたらちょっと怖い存在でございます。続いてファルコニア、馬活ポイント20点、調教は A 評価です。札幌のダートコース単走です。早朝でもね、日差しが強くて24度ぐらいある中、元気にフィニッシュしておりましたね。荒れたダートコースでラスト1ハロン 12.5 秒は悪くないタイムだと思います。この馬も函館で負けてから札幌で巻き返すタイプかもしれませんね。最後に C
知るとプレうまかつポイント40点、評価はこれ地方場なので調教データがないために、保留とさせていただきます。以上出走前と追い切り評価です。続きましてですね、今回も、出走回避並びに抽選漏れた馬紹介していきます。ハーセイドン馬活ポイント60点からの調教 B 評価、カラフルキューブ馬活ポイント80点からの調教 ×評価、ロードバレンチ馬活ポイント80点からの調教 ×評価。多分ね、調教してなかったと思います、この×評価はね。パワーブローキング馬活ポイント40点からのこれも×評価、最後にゲンパチルシファー馬活ポイント0点からの調教 ×評価でございます。そしてオーラス、ご存知馬活ポイント80点、運命の糖尿外来を受診してまいりました。結論から言って鼻差で無罪ゲットありがとうございます。ヘモグロビン A1C 前回 7.1 でもうレッドゾーンデンジャーゾーンだったんですけれども、今回ね若干ですけれどももう鼻差ですけれどもね 6% 台に、落ち着きまして見事無罪ゲットいたしました。販路調教が功を奏して血糖値がねデンジャーゾーンからセーフティーゾーンにね、下がったっていうのは本当にありがたいですね。次回は10月18日に血液検査があります。馬活引き続き負けられない戦いが続きます。調教は A 評価です。前走の後、まあ、血液検査の後ですね、モチベーションを失いかけた馬活ですが、行きつけの町中華憩い、こちらがですね夜営業をやめたことが幸いして、今回無事生還いたしました。ありがとうございます。10月に向けて、調教メニューのアップデートも視野に姉妹までしっかり頑張ります。応援よろしくお願いします。またね、糖質オフを目的に強炭酸水をですね、今年の初め、去年の末ぐらいからね、導入しております。そして半年が過ぎて、もうですね、うまかつ水道水が飲めない体になってしまいました。とにかく水割りが美味しくない。ということで、山ちゃん、自家製ハイボールを教えてくれてありがとう。ということで、今週も皆さん、良い競馬を。